アッコです。前回、前々回と2回にわたってですね、ベビーリースさんにお邪魔した時のお話をさせていただきました。ベビーリースの皆さん、お忙しい中、ありがとうございました。実際ね、今回は映ってたのは、宗川さんという方と、男性の宗川さんと、女性の山崎さん。あとですね、実はもうどうしても本人が映りたくない。ということで、カメラの裏にですね、天の声として社長も、一緒に見ていただいてました。ありがとうございます。ベビー用品のレンタルに関して、うわ、つらのね、薄い部分しかお話できてません。もしね、本気でそのベビー用品のレンタルとかベビー用品の話をしだしたら、一本チャンネル作れるレベルで私喋っちゃいます。なんでかっていうと、実は私昔ね、通販の仕事をしてたっていうので、まあ、いろんな業界の通販見てきた中で、ベビー用品の通販にも関わってたことがあるんですね。そのつてで今回、ベビーリースさんにお邪魔させていただきましたので、実際ね、何度もお会いしてる方々なので、あの雰囲気だったんですが、じゃないとなかなか知らないよねっていうお話をね、今回させていただきました。私自身も、かなりのベビー用品マニアです。めちゃめちゃ、未だにね、業界、ベビー用品の業界から離れた今でも、チェックはしてるレベルのマニアです。それは、自信を持って言います。ちょっとね、さすがに最新機種の名前と機能が、パパッとこう言えるかっていうと、ちょっとね、危ういんですが、それでもこの間ディズニーシー行ったんですけど、ベビーカーチェックするレベルで、まだマニアっぷり発揮してます。どこのメーカーとの、ね、ベビーカーが何割ぐらい置いてあってとかを、さささっと見て、あ超珍しいベビーカーあるじゃん。あれ、どこのメーカーとかっていうのをチェックするぐらいマニアです。そのマニアの私が絶対この人にかなわないなっていうのがベビーリースの社長さんです。あの方にはね、さすがにかなわない。けど、普通のベビー用品の販売店の人には負けない自信があります。ね。なので今回この動画につなげさせていただきました。語りきれなかったことたくさんあります。その中でちょっとカタログについて、ね、カタログ一部いただいてきましたので、カタログのお話をちょっとさせていただこうかと思います。せっかくなのでね。今までね、ベビーリースさん、ナイスベビーというカタログを、出されてまして、48年の歴史の中でね、この後ろのページにこう、ずらっと歴代のカタログが一覧であります。そうですね。いろんな、これね、カタログ手に取った方、手に取っていただいた方っていうのは、見ていただくとわかると思うんですが、ここ最近は、平成に入ってからですね、いろんなタレントさんが表紙を飾っていただいております。またそういった方がね、レンタルをブログでね、紹介していただいたりとか、っていうのをしていただいているので、非常にありがたいなっていうのは感じております。なんで私が感じてるんだろうね。でも鶴野武さんが今回表紙ということで、まあね、ずっとこう、育免の第一世代ですよね。で、そういった子育てインタビューというのが毎回ですね、掲載されております。こちらお見せすることはできませんので、気になる方はぜひカタログをお手に取ってください。それぞれね、皆さんタレントさんの育児に関する、こう、感度の高さっていうのを感じていただければなと思います。あとはですね、本当に、社員、スタッフが、いいよっていうものを紹介してます。動画の中でもお話はさせていただいたんですが、ベビーレッサーに関しては、やっぱりお客様のニーズに合わせた
ベビー用品っていうのをご紹介してますので、こういったところに、ね、出てるこれがいいよっていうのは本当に人気があった商品だったりとか、お客様の、ね、反応が良かった商品っていうのを掲載してます。で、ベビーベッドの話が非常に良かったんですが、選び方のページもあります。ホームページの方にもね、いろいろベビー用品、ベビーベッドの選び方とか出てるんですが、こういうね、雑誌とかって見終わったら邪魔になるから、できればホームページで済ませたいって方も多いと思うんですが、ベビーベッドにとかその他に関しては、やっぱベビーリスさんのベビーベッドの種類こんだけあるんですよ。もうね、見えないでしょ。これは、私いろんな会社さんのレンタル会社、ベビー用品のレンタル会社さんのページ拝見したんですが、ここまで、細かいサイズ区分があって、種類の多いメーカーさん、ベビー用品のレンタル会社っていうのはなかなかないです。もちろんそのベビーリースさんだけに作ってるわけではないので、他のところもね、取り扱ってたりするんですが、これはね、かなり、ベビー用品にベビーベッドにこだわりたい方はぜひ見ていただきたいですね。私の方でざっくり説明しますと、大きさに関してですが、通常の、標準サイズというのが、動画の中でも出てました内径 120×70cm というのが一般サイズになります。で、特殊サイズです、特殊サイズというのがあります。これはね、一般的にお布団のサイズもないもので、内径が 100cm×63cm、小型サイズというのがあります。これ本当に特殊サイズです。その、一つ小さいサイズに超小型サイズというものがあります。超小型サイズというのは 90cm×60cm だよね、 90cm×60cm 内径ですね、こちらがあります。さらに小さいものでハーフサイズというのがあります。ハーフサイズというのは、標準サイズの半分ですので、内径が 60cm×35cm ですね。こちらハーフサイズというのは一般的に産院で、赤ちゃんが寝てる小さいベビーベッドあると思うんですね。だいたい月齢3ヶ月となっております。こちらのベッドも、レンタルで取り扱いがありますので、例えば里帰りしてる間だけベビーベッドを使って、自宅に帰ったらもうお布団とかベッドで添い寝するのでいらないっていう方は、ハーフサイズをレンタルするというのもおすすめです。で、その他のサイズというのもいろいろあります。で、今お話ししたのは内径のサイズなんですが、その他ですね、高さがハイタイプとロータイプというのがあります。ハイタイプというのはですね、タッチベッドと言われるものですね。赤ちゃんのお世話を立ってできるもの、おすすめなのは、ペットを飼ってらっしゃるご家庭、あとお兄ちゃんお姉ちゃんがいるご家庭、あとお母さん腰弱くて腰痛めやすい方というのをハイタイプのベッドをおすすめしております。ただハイタイプのベッドというのは高さがある分ですね、使用月齢が一応確か1歳半だったかなまでに限られております。もう一つがロータイプのベッドですね。添い寝ベッドもそうですし、添い寝ができないタイプでも、お父さんお母さんのベッドの高さに近いので、こう添い寝ベッドはね、必ずベルトとかできっちりつけてないと間に赤ちゃん落ちてしまうっていう事故、やっぱり年に何回かニュースで取り上げられてますので、添い寝タイプじゃないものは、一応柵は閉めていただく必要はあるんですが、横を見た時にパッとこう赤ちゃんの様子が見れる安心感が欲しい方は、ロータイプのベッドね、もしくは添い寝ができる添い寝ベッドという明記したようなもの、こちらをご利用されることをおすすめします。さあ、いっぱいだ、混乱するね。ベビーベッドに語るついて語るだけでも、正直私何時間あっても語っちゃうくらい、やっぱり時間ないんですが、さらに非常に種類が多いということで、本当ね、
一度ねカタログは手に取っていただくのがおすすめ。もちろんスマホでポチポチポチって見れる情報もあるんですけど、スマホとかだとね表現しきれないものがいっぱいあります。あと触れてなかったものサービスについてねちょっとお話追加でさせていただきたいと思います。まあ、私の方でね把握している限りで、ベビーリンさんのナイスベビーのねサービスの特徴として、実は借りて買ってというサービスがあります。この借りて買ってっていうサービス何かっていうと、例えばベビー用品はレンタルしてベビー布団は買いたいという時、ね割引がつきます。そういったサービス。あとねその他にもベビーカーも、A 型ベビーカーね、乳幼児の時に使うタイプのベビーカーは借りて、いわゆる B 型ベビーカーね、腰座りぐらいから使えるもの、こちらは販売品を買うというサービスもあります。あとチャイルドシートもね、ベビーシートはレンタルしてチャイルドシートは買うというサービスがあります。で他にもね、ベビー用のスケールは借りて、搾乳機だとか体温計を買うというサービスもあります。こちらについてなんですが、体重計とかねベビーベッドはまだいいんですけど、1点注意点があります。ベビーカーにしてもチャイルドシートにしてもレンタル品と販売品が同時にドーンと届きますので、その点だけはご注意ください。ちょっとね場所取って邪魔になっちゃうかもしれないんですけど、その代わりなかなか割引ができないものが割引されていたりします。そういう、ね、借りて買ってというサービスあります。こちらは冊子にもあとネットの方にも情報が出ております。あと個人的に今回の話の中で出てこなかったもので、これレンタルでいいよねっていうものがもう一つ私実はあります。出てきたものっていうのが、ベビーベッド、チャイルドシート、ベビーカー、あと搾乳機、ちょっと詳しくは触れてないんですけど、と体重計ですね、スケールが出てきたんですが、もう一つあります、ベビーバス。こちらもねレンタルできます。ただちょっとサイズが大きいので、遠方の方はね送料がちょっともったいないかなっていう部分はあるんですが、自社配送便ナイスベビー便が使える方はぜひぜひベビーバスレンタルしてください。ベビーバスって使う期間が非常に短いのでもったいないです。で、使った後邪魔です。で、ゴミの扱いは粗大ゴミになりますので数百円取られます。それ考えたらもう借りちゃいましょう。これは借りちゃった方がいいです。個人的おすすめです。あとね、いろいろね、多分私は本当語り出したら止まんないんで、非常に困っております。一つ言えるのはやっぱり気になる商品がとか、あとね、人気商品があったとしても、自分のお子さんがねそれを気に入るかどうか、あと自分のその部屋のスペースに置いた時にどうなるかっていうのは、本当に100人お母さんがいたら100通りあると思います。この商品人気があるよって言われて買ったんだけど、実はうちの子を使わなかったんだよねとか反応しなかったんだよねっていう商品もいっぱいあります。そういうことを考えたらやっぱりレンタルっていうのはね非常におすすめです。できるだけねお金を抑えられるところを抑えるという気持ちでベビー用品のレンタルっていうのは活用することをおすすめいたします。その他ねベビー用品に関してこんな話が聞きたいとかこういう話が聞きたいっていうのがありましたら、コメント欄などでお寄せいただければね、私の方で分かる範囲でお答えできるものはお答えいたしますし、どうしてもの時はメーカーさんに私も
聞けるものは聞けるメーカーさんには聞いてみたいと思います。ということでね、まあ、前後編、インタビューの前後編と今回のおまけですね、補足と3本に分けてお送りさせていただきました。ベビー用品のレンタルについて今回で終わりにしたいと思います。今回のね、動画シリーズ面白かったと思う方、高評価ボタン押していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それではまた。皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。